今週の注目はザ・ピックアップ。皆さんこんにちは、アシスタントのゆうせいです。この動画は宗広義孝の中央競馬前列開講ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報となります。こちらが印の解説となります。じっくりご覧になりたい方は画面を止めてご覧ください。はい、では土曜日東京競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れとなっています。千葉ダートの重い軽いについては概要欄に説明がありますので、そちらをぜひご覧ください。6レースの特地イスタローンは6月5日の内容が優秀だった馬です。7レースのエコログロリアスは6月11日に天下育で勝利した馬で三角の状態です。7レースのキャンディードライブは 1700m からの距離短縮に注目している馬です。9レースのオクトニオンはおそらく重いダート向きという見解の馬です。9レースのサハラバンクールは東京 2100m の両馬場で見たい馬となっています。三角の状態です。11レースのデインバランスは決め手が優秀な馬です。11レースのリバティアイランドは瞬発力が非凡な馬です。12レースのネイチャーカレンは 1200m なら重いダートがいいという馬で三角の状態です。12レースのフォービスムは 1600m が見たい馬です。12レースのマイナーズライトは 1400m の重いダートで見たい馬となっています。三角の状態です。続いて土曜日阪神競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れとなっています。6レースのグローツラングは花切れれば強い馬です。6レースのチェンジザワールドは重いダートが合う馬です。9レースの大勢クラージュは初戦が優秀だった馬です。9レースのトップナイフはスタミナがある馬です。10レースの名勝よかずは重いダート向き、東京 2100m もという馬です。10レースのビゴーレは軽いダートの中距離でという馬です。11レースの名勝ミモザはブリンカーで一変した馬で三角の状態です。11レースのレイモンドバローズは 1400m がベストの馬です。12レースの日本ピロハーバーは重いダートが合う馬です。続いて土曜日新潟競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇り時々雨となっています。3レースのスマートプレジールは初戦が優秀だった馬です。三角の状態です。6レースのブライトホルンは 1700m の適性が高い馬です。三角の状態です。7レースのサンライズシューズは道悪校舎というジャッジです。7レースのラギラは直線競馬でパワーレベル低下でさらにという馬です。8レースのバーリンギャップは重いダート向きの馬です。10レースのバルドルブレインは 1600m からの距離短縮に興味がある馬です。10レースのルルルージュは馬場レベルが低い直線競馬でという馬です。11レースの日本ピロタイズは1月16日に一皮向けた馬です。三角の状態です。11レースのホーオーリアリティは重い芝の長距離もしくは北海道でという馬です。続いて日曜日東京競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れとなっています。10レースの勝負は重いダート1200m または1400m に注目している馬です。10レースのジャスパープリンスは外枠希望の馬です。10レースのピンシャンは外枠歓迎、そして 1400m がベストの馬です。12レースのイグザルトは昇級楽に通用と見ている馬です。12レースの北高下流は 1200m なら重いダートでさらにと見ている馬です。12レースの淀野ビクトリーは軽いダートの 1400m がベストの馬です。三角の状態です。12レースのワイドソロモンは軽いダートでという馬で三角の状態です。続いて日曜日阪神競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れとなっています。10レースのフォーエクレールは距離は長ければ長いほどいいという馬です。11レースのヒルノダカールはパワーアップ中の馬です。11レースのワールドバローズは 1600m でさらにという馬です。三角の状態です。12レースのタイミングナウは非急半でさらにという馬です。三角の状態です。最後に日曜日新潟競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇りとなっています。7レースのサンズオブタイムは花で頭狙い、そして重いダートが合う馬です。7レースのワンダフルヘブンは時計が優秀な馬です。8レースのテイムヒマラヤは 1200m で最注目という馬です。三角の状態です。9レースのブライズルームは 1800m がベストの馬です。11レースのデトロイトテソードは軽い芝でさらにという馬です。12レースのデビルズマーブルは 1600m も見たいと考えている馬です。三角の状態です。さあ行くぞ。今週の注目馬は以上となります。毎週の解雇による競馬力アップは毎週月曜日19時から宗広義孝の中央競馬前列解雇をご覧ください。この動画に対する高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今週の競馬も頑張りましょう。失礼します。